こんにちは、クリッカー夏猫です。トヨタ自動車は今年3月に自動運転技術の開発を目的とした新会社 TRIAD を東京都内に設立すると発表しました。同社は2015年北米に AI 自動運転ロボティスク関連技術の基礎研究を行う TRI を設立しており、 TRIAD ではDRI と連携、愛信、連想を含む1000名規模のエンジニアにより自動運転の実用化に向けたソフトウェア開発を加速させるとしています。トヨタは2020年から自動運転車の本格投入を予定しており、新会社では今後3000億円以上を投資して AI による画像認識や自動運転時の状況判断、高精度地図の自動生成技術等の開発を進める考えで、さらに5月3日には TRI がアメリカミシガン州に自動運転車開発用の本格テストコースを10月に稼働させると発表しました。24.3 万平方メートルに及ぶ敷地に混雑した都市部や出入り口を備えた4車線の高速道路、滑りやすい路面などを再現、意図的に事故が発生しやすい状況を作り、周辺車両の安全上、公道では行えない評価を中心に実施する模様。このようにトヨタでは自動運転車に求められる様々な交通環境下での安全確保に向け、万全な開発体制を敷いているようです。